イニゴ・コルドバ・ケレヘダは、スペイン・バスク州ビスカヤ県ビルバオ出身の、プロサッカー選手。エール・ディビジゴアヘッド・イーグルス所属。ポジションは FW。12歳の時の2009年に、地元のアスレティック・ビルバオのカンテラに入団し、2014から15、シーズンにサードチームに当たる CD ・バスコニアで、プロデビュー。同シーズンは34試合4得点を記録。 翌2015から16シーズンには、セカンドチームに当たるビルバオアスレティックに昇格し、2シーズンプレー。2017から18シーズンにトップチームに昇格。2017年8月20日のヘタフェ CF 戦で、後半途中にミケル・バレンシアガとの交代出場でプリメイラ・ディビシオン、初出場。2018年4月9日のビジャレアル CF 戦で、トップリーグ初ゴールを記録。 同月16日には、アスレティックビルバオと2022年までの契約に合意した。2021年2月1日、シーズン終了時までデポルティーボ・アラベスにローンで加入することが発表された。2021年8月31日、エール・ディビジのゴーアヘッド・イーグルスに1シーズンの契約でレンタル移籍した。2013年からユース世代のスペイン代表に、 随時招集されている。二歳上の兄、アイトールは現在 CD レイオアに所属。また、三歳下の弟アシエルは、アスレティックビルバ王のカンテラに所属している。ありがとうございます。